新幹線改札付近鹿児島本線側駅舎、在来線ホームと新幹線駅舎筑後線小屋駅は、福岡県筑後市大和津島浅東にある、九州旅客鉄道の駅である。筑後広域公園の中にある駅である。九州新幹線と在来線の鹿児島本線の2路線が乗り入れている。鹿児島本線には、JB21 の駅番号が設定されている。 新幹線は新大阪駅発着の桜が下り2本上り2本停車しているが、それ以外はツバメのみが停車するダイヤとなっている。2021年3月13日のダイヤ改正以前は東駅始発終着のツバメが1日1往復設定されていた。在来線は普通列車の他に快速列車もすべて停車する。 2021年3月13日のダイヤ改正にて廃止された特急、有明は通過していた。当駅はもともと在来線の船小屋駅として開業したが、2011年3月12日の鹿児島ルート全線開業に合わせて、従来の場所から約500メートルほど南に移設された、上で新幹線併設駅となり、同時に現在の駅名に改称された。 なお、船小屋駅時代は普通列車のみが停車していた。江戸時代頃より、矢部川の一帯に土木用の船を格納する小屋がたくさん堤防に設けられたことが、船小屋の由来である。旧藩時代の1689年に矢部川の河川工事用の平田船を格納する小屋が設置され、小屋版の役職の監督下に置かれていたことから、土地の住民は、三船小屋と呼んでいたのが、 船小屋の通称になり、地名に転じたと言われている。開業時の地名は、ヤメ郡水田村だったが、温泉の採掘などにより、船小屋の地名度が高かったため、そのまま駅名に採用された。新幹線開業時に、従来の船小屋の前に、当駅の所在する氏名、筑後を付加し、筑後線小屋とされた。筑後は、福岡県南部に存在する、両生国であり、 これに由来して、福岡県南部地域一帯は、筑後地方と称される。九州新幹線、八代西鹿児島間は、新幹線規格の構造物を建設するが、狂気の線路を付設することで、在来線との直通運転を行う、新幹線鉄道規格新線で着工されていた。1996年12月の、整備新幹線の取り扱いについて、 政府与党合意では、九州新幹線の新規着工区間として船小屋から、新八代間の新幹線鉄道企画新線が示された。平成8年の合意に基づいて、1998年1月に、政府与党整備新幹線検討委員会における検討結果が公表され、同年3月に船小屋から新八代間。 約 83km の暫定整備計画が決定された。この時点では、博多方面から在来線を走行する列車が、船小屋駅の南方約 1km に新設される南線小屋信号場からスーパー特急方式で建設された九州新幹線に乗り入れ、熊本、西鹿児島方面に至る計画であった。その後、2001年に、 博多西鹿児島間の全区間がフル規格で着工されることが決定したが、この時点で九州新幹線の船小屋駅設置は盛り込まれなかった。2004年6月に国土交通省は九州新幹線の建設主体である鉄道運輸機構に船小屋駅設置を認可した。これについては小賀誠の政治駅的設置だとして一部週刊誌で取り上げられている。 新幹線駅は当初2面2線構造での計画だったが JR 九州の要望と負担により下り線に対比線追加し2面3線へと変更となり着工したまたアクセス道路が福岡県と筑後市によって建設され駅周辺には筑後広域公園が整備されている2011年3月12日ダイヤ改正では 在来線の全快速列車が停車し、新幹線、つばめのうち一往復が当駅を奇襲点としていた。2021年3月13日のダイヤ改正にて廃止された特急、有明は停車していなかった。新幹線駅と在来線駅で、それぞれ駅舎を有する。両線のホームは、約50メートル離れており、 乗り換えの際には一旦改札口を出る必要がある。在来線改札口と新幹線改札口は離れており、連絡改札は設けられず、改札外に設けられる広場を通っての乗り換えとなる。また、在来線駅舎には緑の窓口が設けられていない。このことについて2011年3月号の時刻表の関東にある路線図中に、 JTB 時刻表では在来線には緑の窓口がないことを示す白色の丸と新幹線に緑の窓口があることを示す緑色の丸が隣り合わせに併記され JR 時刻表では交点に緑色の丸が一つあるのみだった。同年4月号より両社とも点に緑色の丸が一つあるのみである。新幹線駅は高架駅の構造をとった。 直営駅で緑の窓口を有する。ホームは短式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線を有しており、通過線はなく各ホームには可動式安全策が設けられている。対比列車と折り返し列車は副本線である13番線を使用する。副本線は下り本線側に設置されているが、 駅前後に存在する渡り線を返すことで上下線、どちらからでも入線することができ、上下線は逆だが新水俣駅と同じ構造となっている。在来線駅は地上駅の構造をとり、JR 九州サービスサポートへの業務委託駅である。また、守護課の利用が可能である。ホームは相対式ホーム2面2線を有し、互いのホームは古線橋で連絡している。 守護家利用者向けの簡易読み取り機が改札口に設置されている。また改札内にはチャージ機の設置もある。各年度の1日平均利用人員は以下の通り。九州芸文館ホークスベースボールパーク地区後、地区後市の南端部にあり宮間市との市境に近い。なお、地区後市の中心部は当駅ではなく隣のハイヌズカ駅の周辺である。移転前は、 旧国鉄熊本鉄道管理局管内に多数存在するカプセル式の簡易な駅舎だった。移転に際して駅舎が新設された。船小屋駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。